みんなこんにちは。今日はみんなが描いてくれたお絵描きを紹介するよ。今回募集したテーマはヒーロー。みんなのヒーローは一体どんなのだろうね。まず最初に送ってくれたのはゆうたくん2歳です。これは仮面ライダーギーツだね。かっこいいよね。でも全く特徴を捉えてないけど大丈夫？本当に仮面ライダーギーツのこと知ってる？毎週日曜朝9時に星座待機してる？してないでしょ。どうせ朝ごはんを食べながら見てる。ながら見でしょ。これはきっとマグナムブーストフォームだと思うけど、ゾンビフォームの方が個人的に好きなんだよね。どうもありがとう。次に描いてくれたのはみゆきちゃん5歳です。これはポケットモンスターの主人公サトシだね。26年も戦ったのにまだ戦わせる気？引退したのにまたこうやって公の場に引きずり出すの？サトシだって疲れちゃうよ。嫌でしょ。もし自分が無理やり表舞台に出されたらどうも嫌でしょ。君みたいな人なんていうか知ってる？働き方改革の乗り遅れ。どうもありがとう。次に送ってくれたのはこうたくん6歳です。これは僕つくつくさんを描いてくれたのかな。こうたくんのヒーローが僕だなんて嬉しい。すんごい嬉しい。僕を描いてくれたこうたくんには1万円あげるね。内緒だよ。どうもありがとう。続いて送ってくれたのはともきくん4歳です。これもつくつくさんかな。嬉しい。ともきくんにとってのヒーローが僕だなんて嬉しい。すんごい嬉しい。でもね、君は金だろ。君が金が欲しくて書いたんだろ。便乗したんだろ。よくないね。簡単に甘い蜜を吸おうとするその行動、今まで注意されずに生きてきたでしょう。誰も言ってくれない環境にいたことは非常に残念だと思います。これからは人の顔色を伺わずに自分が正しいと思う行動を自分の意思で取りましょう。どうもありがとう。番組ではみんなが描いてくれた絵を大募集しているよ。封筒に描いた絵と Amazon ギフトカード3万円分を入れて送ってね。みんなからの応募待ってるよ。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。